クラウドを活用した業務 DX ということで、今回のセミナーを始めさせていただきます。本日は2名でお話をいたします。NTT 東日本ビジネス開発本部第1部門クラウドサービス担当の宇野と、セキュリティサービス担当の鈴木です。普段は中小企業や自治体のお客様向けにサービスの提案等を行っております。今日は実際の提案事例ですとか、導入事例を交えながら、サービスの概要と構成の詳細をご紹介していきます。よろしくお願いいたします。まず、アジェンダです。今回は5項目について1時間程度でご案内していきます。冒頭25分間で Amazon Connect のサービス概要、主要機能の活用例を宇野よりお話しします。その後、新しい電話ソリューションということで、コールセンターに限らない様々な応用例と、DX の勘どころについて鈴木からお話をします。それでは早速進めていきます。まず、事前のアンケートの結果がこちらになります。今回のセミナーを申し込みの際、皆様にはアンケートにお答えをいただいております。記者の電話業務における課題を教えてくださいという質問についての回答割合がこちらです。トップ2がアナログな運用に依存しており、DX が進まない、場所の制約があり、在宅やリモート対応ができないでして、それぞれ30%近くを占めておりました。昨年以降、コロナ禍で急な業務変革を迫られる中、電話業務はどうしても固定回線や電話機器、セキュリティ要件などの課題で、一足飛びに在宅勤務には移れないといった事情を感じます。また、置き型の PBX は高価でして、頻繁に入れ替えるようなこともできませんですし、システム間の連携がうまくいかないことで、電話とその他のシステムを切り離して運用している例も多いのかと推測しました。しかしながら、音声を使ったコミュニケーションならではの顧客体験もあり、これまでの体制やスキルを生かして、より効率的に付加価値の高いビジネスへとつなげていただけるのがベターだと思います。そこで、今回は、場所、応対品質、システム連携、セキュリティの観点で、Amazon Connect プラスアルファによるデジタル化の案をご紹介し、皆様の業務 DX を考えるきっかけとしていただけたらと思っております。それでは、まずは Amazon Connect とは何なのか概要をご紹介します。Amazon Connect とは、クラウド上で稼働する電話のシステムです。電話機が不要で、パソコンを利用して通話ができます。重量課金制の料金体系で、最低利用期間なくご利用いただけます。拠点内に機器の設置は不要で、高い拡張性があるといった特徴がございます。また、さらに大きな特徴として、世界シェアナンバーワンのクラウドである AWS の1サービスとして提供をされています。そのため、音声データを保存するストレージやプログラムとの連携、音声合成技術も AWS 上で提供されるその他のサービスと連携されており、特にシステム間連携に強みがあるというふうに感じています。簡単に利用イメージをご紹介していきます。まず、こちらは通常の電話のイメージ図です。かかってきた電話は固定電話網を通って会社拠点の回線に着線をします。従来の電話応対では、電話は会社で受けるものであり、電話を取るまではどんな要件かわからない。また、応対内容はメモに書いて、担当者の方に渡すといった運用だったと思います。アウトバウンドの家電の方ですと、家電リストを紙や Excel で管理をして、応対実績は手でまた別投入をして管理。そして、Excel や PowerPoint を使って、レポートを作成するといった通話そのもの以外の業務も多くの稼働を割いていたのではないでしょうか。ここに Amazon Connect を導入すると図のように変わってきます。まず、電話網からの着信は、一旦 AWS が管理する交換機に着信をします。または、固定電話網から転送をかけることで Amazon Connect に着信をさせることも可能です。
Amazon Connect では、既存の電話番号を継続して利用したい場合、番号を持ち込むことができないケースが多いです。その場合は、固定回線の契約は残しつつ、電話網内で通話を転送するボイスワープ設定を併用する構成をご案内しています。着信をした通話は、AWS 側で管理するクラウド上の PBX で受信をし、インターネットを経由して、オペレーターの方のパソコンへと着信が落ちていくような仕組みです。インターネット接続とパソコンがあれば、どこでも電話応対ができるのが特徴です。パソコン、ブラウザ、インターネット回線の要件がこちらになります。パソコンについては、一般的なスペックのパソコン、また回線も自宅の回線と一般的なもので十分応対ができるようなスペックです。ヘッドホンは USB でパソコンにつなぐタイプが推奨されていますが、イヤホンジャックタイプでも通話は可能です。イヤホンジャックタイプですと、少々パソコンから抜けやすくなってしまうので、応対の途中で抜けてしまうことが気になる方は USB のタイプをお勧めしています。インターネットの接続ですが、社内のネットワークですと、ネットワークのファイアウォール等の設定によっては利用ができない設定になっていることもあるので、Amazon Connect を導入する際に一度チェックをして、ネットワーク機器の設定変更が必要か否か確認をすることを推奨しています。また、ブラウザーからアクセスする際、利用ができるブラウザーの種類は Google Chrome かまたは Firefox です。ログイン画面のイメージがこちらになります。ブラウザから URL を入力すると、こちらのログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワードを入力してサインインをしますと、簡単にログインができます。そこからすぐに電話を発信できる画面が立ち上がってきます。発信操作も簡単でして、ダイヤルを押して発信ができます。注意点としては、国際電話をかけるときの番号形式で、03でしたら0を取って3番から電話番号を入力する必要があります。続いて、電話操作の画面がこちらになります。オペレーターは自分の応対ステータスというのをこちらで管理ができます。ステータスの変更というところですね。応対ステータスというのは、応答可能や離席中などといったステータスのことで、応答不可のステータスに設定をしているときは、電話を着信しないようになっています。例えば、応対後のメモの時間ですとか、通話内容整理の時間は、電話を取りたくないといった時などに、このステータスを変更して柔軟に対応が可能です。着信可のステータスの場合は、順次電話が着信をしてきます。通話受信をクリックして通話開始、あるいは保留や転送、回線転送といったことも可能です。以上が簡単な操作イメージのご紹介でした。続いて、気になる品質周りのご案内です。通話音声の品質ですが、こちらは固定の電話回線と比較をすると劣る傾向にあります。HTTPS 通信でのやり取りが主となるため、その他のインターネット通信の影響を受けるので、ご利用の回線やプロバイダーなどの一時的な混雑で通話が乱れる可能性があります。また、パソコンとネットワークをつなぐ環境も大切で、例えば自宅で Wi-Fi の電波が乱れやすいといったような環境ですと、通話品質も不安定になってくるため、ここは注意が必要です。とはいえ、良好な環境下であれば、体感の通話音質は悪くない印象です。NTT 東日本ですと、デモ環境を無料でお貸し出ししておりますので、導入をご検討される際は、まずは既存の設備で問題なく利用ができるかどうかを確認しながら進めていくのおすすめです。また、SLA という指標があります。こちらはサービスレベルアグリーメントという考え方で、一定の期間内で利用可能率を下回った場合は、AWS から返金の対応があるというものです。クラウド上の基盤部分で障害が発生した際の対応となりますので、例えば在宅時にインターネット回線が不調でつながらなかったといった利用者側、機員の普通時間については返金の対象外となってきます。
こちら Amazon Connect は SLA99.99% のサービスとして提供されております。これはサービスの停止時間が1年で1時間以下となる指標です。障害発生頻度がこのラインに収まるような運用を目指して、構成や体制を組んでいるサービスと認識していただければと思います。実際、Amazon Connect の稼働しているサービス基盤は複数のデータセンターにまたがって冗長された構成で提供されております。データセンターの中では、もちろん電源や空調も二重化されていますので、イメージとしては、オンプレミス型の PBX を一箇所に配置して電話を受ける体制と比較すれば、対障害性というところは向上すると考えて良いと思います。続いて、料金体系です。料金体系は、有料課金制です。オペレーター数や同時通話可能数による課金はなく、応対フローやオペレーター権限の設定も追加課金なしで自由に設定できます。ただし、通話料は少々割高です。例えば、NTT 東日本の光電話は、発信の通話料が3分 8.8 円なのですが、Amazon Connect では、発信の通話が1分あたり約 9.284 円というところで、まあ、発信の通話料で比較をしますと、光電話の3倍以上の課金になってきます。また、固定電話の場合ですと、受信をする通話料については無料なんですが、Amazon Connect では、受信の通話についても、通話分数に応じて課金が発生してくるような料金体系です。例えば、1番号を取得して、1日に24回ずつ発着信するという前提とします。1通話あたり5分話した場合ですと、月額の利用料は約3万3千円です。月々発着信がどの程度発生するのか、またどの番号形態を利用するのかによって、単金が変わってきますので、月額利用料も変動する仕組みです。また、AWS は請求金額が円建てではなく、ドル建ての請求が基本となってますので、為替変動の影響も受けてきます。利用料を把握したいという方は、ぜひ NTT 東日本の方にお問い合わせください。お客様の利用形態の方をヒアリングしまして、概算を算出させていただきます。このように、月々の利用料は既存システムと比較すると割高になる場合が多いのですが、業務効率化や場所の削減といったトータルコストで比較をするのが DX を考える上ではポイントとなってきます。続いて、Amazon Connect の導入の流れです。まずは AWS のアカウントを取得します。これはウェブページから誰でも取得が可能なアカウントです。ただし、AWS と直接お客様で契約をされる場合は、初期登録の際にクレジットカード情報の登録が必要となってきます。コーポレートクレジットカードの利用が一般的でない会社様も多いかと思います。そういった場合は、ぜひ、NTT 東日本のリセールアカウントというものもご検討ください。こちらは AWS とお客様の間に NTT 東日本が仲介として入りまして、NTT 東日本からお客様にアカウントの発行を行うというサービスです。手数料は発生するんですが、クレジットカード登録は不要で、利用料の請求もドルではなくて円建ての請求書払いが可能になります。この AWS アカウントを取得した後、構築に入っていきます。アカウントの取得後の設定はすべて Web ブラウザ経由で実施します。回線引き込みや機器の設置工事は不要です。この設定操作はマニュアルが AWS より公開されていますので、お客様でも設定が可能ですし、NTT 東日本にて代行構築も承っています。既存の電話フローなどをヒアリングしながら、Amazon Connect にするなら実際どういった構成が最適かというところを我々の方で考えてサポートさせていただくものです。ユーザーやコールフロー、電話番号の設定を行いまして、通話の準備が整います。例えば、こちらの画面が Amazon Connect のコールフローを設定する画面です。通話録音やガイダンス、Q といった機能それぞれのタイルがありまして、そのタイルをドラッグ&ドロップして配置し、つなぐことで通話のフローを構成していく画面です。操作自体はかなり簡単なのですが、
全体の構成や一つ一つの機能の役割を把握しておかないと少々時間がかかるものとなっています。また、簡単なフローでしたら、ご自身でも十分設定できる範囲かなと思ってまして、その場合は、AWS が公開しているドキュメントである、管理者ガイド等を見ながら作業するのがおすすめです。で、ただ、少し込み入ったことですとか、わかりづらい部分もありまして、だいたいこのマニュアルも900ページほどあるものなので、手間がかかることが嫌な場合は、どこか別の業者に委託をして、作ってもらう、あるいは NTT 東日本で在庫構築をさせていただくといった方がおすすめになります。Amazon Connect で機能として用意されているのはこちらになります。通話の冒頭で挨拶文を読み上げたりですとか、読み上げの機械音声の性別や言語を設定したり、番号やルールによって着信先のオペレーターグループを振り分けておいたり、フローそのものを分けたりといった設定をデフォルトで実施することができます。例えば、単純に発着信を場所にとらわれず実施するようなイメージですと、この図になります。在宅など場所を問わず応対が可能です。注意点としては、一斉着信ができないので、全員が電話を受電して誰かが取るといったような運用はできません。このフローを導入するだけですと、場所の制約からは解放されますが、それほど便利にはなりませんので、さらに効率化という観点で、営業時間の設定を入れて、時間外はアナウンスを流して切るというフローを組んだりですとか、あとはアナウンスとボタンの入力でフローを分けて、自分の業務に近い内容の通話だけを受話するといった具合に作り込みを進めていきます。さらに、コールセンターなどでは、スーパーバイザーというスタッフがいまして、コールの管理やアドバイスを行う場合があると思います。そういった機能も Amazon Connect で提供されています。オペレーターに強い権限、ユーザー権限を与えますと、他のオペレーターさんが話している通話内容を遠隔でモニタリングすることができるようになります。また、何名のオペレーターがログインしていて、今のステータスがどんな状態かといった状況のモニタリングも可能です。三者通話もできるので、応対に困った際に、スーパーバイザーに別のチャットシステム等を使ってヘルプを出して通話に加わってもらうといった運用も遠隔でも実現することができます。実際の導入例では、このフローに発信者の電話番号を基準にして、着信先のオペレーターグループを分ける設定を行い、担当する顧客からの問い合わせのみが自動で振り分けられて着電するような仕組みを実装して提供しました。また、着信直前にどこからの着信かを知らせるメッセージを音声が流れるように設定することで、オペレーターが心構えしてから通話を開始できるといったフローを作っております。さらに、Amazon Connect の優位性として、その他のシステムとの連携がしやすいことも挙げられます。例えば、クラウド上に留守番録音データを格納するような仕組みを構築した上で、AWS 上のメッセージング機能を利用して、SMS やメール、あるいは LINE などのチャットルームに、今、留守番電話録音が登録されましたよといったメッセージを送信することも可能です。電話帳のデータと連携をさせて、顧客名や電話番号をメッセージに含めまして、緊急性を一目で把握できるような工夫もできます。お客様の事例では、発信者番号と既存の顧客データベースの情報を突合しまして、顧客が既存顧客か新規の顧客かどうかというのを振り分けを行う仕組みを導入したり、あるいはその先に、集荷予約のボタン入力による受付や、予約完了時の SMS による何月何日の集荷を受け付けましたといったメッセージの送信ですね。それから予約情報の更新をデータベースに送ることの自動化といった具合に、電話を顧客接点として入り口としてうまく活用しながらも、24時間受付をしつつスタッフの稼働を削減するといった事例もございました。さらに、連携できるのは AWS の中のサービスだけではありません。インターネット経由で利用ができる様々なウェブサービスや
顧客管理システムなどと連携をして応対をスムーズにしていきます。応対時にスムーズに顧客情報を参照できるような作り込みも可能です。また、これまでは Excel ですとか紙のリストを用いて管理していた顧客の情報もシステム管理を導入することによってデータの一元化や紛失リスクの低減といったメリットが出てきます。こちらのお客様では Amazon Connect と顧客管理システムを同時に導入をしていただきました。それまでは家電リストを印刷して朝皆さんに配布をしてペンでこう電話をしたところに線を引きながら管理をされていたそうです。で、そのデータの集約というのがまた面倒な作業となってました。で、システムを導入したことによりまして、応対履歴はリアルタイムに確認ができます。また、それらの情報をまとめるといった手間が省けたので、効率の良い担当者の工夫点を分析する作業ですとか、あるいは成績の良い応対者のトークを周囲に展開したりといった業務により時間を多く割くことができるようになりました。また、システマチックに電話を流すことができるようになったので、誤加電、誤った番号に電話してしまうことの防止や、オペレーターの負荷軽減といったところにも結びついているそうです。ちなみに、レポート機能ですね、データ化した管理のイメージがこちらになります。応答率や混雑時間帯の可視化により、分析結果が一目でわかるような画面が作れます。こちらは Domo という BI ツールを使った場合の事例になりますが、データ連携によって更新のボタンを一つ押すだけで、その時その時のリアルタイムのレポートが作成をできるようになりますので、社内用の報告資料の作成の負担軽減等も期待できます。また、さらに自動化を進める例ですと、通話録音から通話内容を自動で文字起こしをしまして、その文字起こしデータを分析して、感情を数値化する、あるいは言葉遣いでトラブルになりそうな通話をピックアップして、オペレーターさんと相談をするといった機能を提供するようなシステムもございます。これらの様々なシステムの連携と関わってくるのが API 機能です。この API というのはシステム間でデータ連携や遠隔操作を行うための仕組みでして、この機能を利用するとプログラムと連携した自動発信やログを利用したシステム連携を実装しやすくなっています。Amazon Connect では、クラウドサービスとして API が AWS からデフォートで提供されていますので、様々なサービスとの連携を前提とした作りになっています。後半の鈴木の話の中でも、このあたりの連携の仕組みを詳しくご紹介していきます。最後に、セキュリティ関連のご案内です。インターネット経由で利用できるのは、便利な反面、ID パスワードの漏洩によるセキュリティリスクもあります。このようなリスクに対し、ログインを強固にするために、スマートフォンなどの認証アプリを利用した多要素認証を導入されるケースもございます。ログインをしようとすると、手元のスマートフォンアプリに承認通知が飛んだり、ワンタイムパスワードが表示されて、それを入力しなければログインが許可されないような仕組み作りが可能です。Amazon Connect の単体では、この多要素認証機能というのは提供されていないので、弊社からご案内をする際は、その他の認証サービスと連動させることを提案させていただき、セキュリティを向上しながら電話のシステムを遠隔で利用していただくことをお勧めしています。また、オペレーターさんが使われるパソコンそのものを仮想化してしまうという方法も取れます。手元のパソコンというのでは画面を操作するのみで、実際に通話データのやり取りをするのはクラウド上のバーチャルデスクトップというパソコンを遠隔操作して行うイメージです。この携帯を取りますと、例えば顧客応対のメモをデスクトップに置いてしまって、そこから個人のパソコンだったりですね、そこから情報が漏洩するといったケースにも備えることができます。ただし、仮想のパソコンを運用するためのランニングコストも必要になりますので、リスクとそれからコストを比較しながら導入をどこまでしていくか、セキュリティ対策をどこまでやるかといったところを検討することが肝心かと思います。これもお客様事例ですが、こちらのお客様では通話の録音データの漏洩というのをなるべく防ぎたいといったご要件がありました。録音データにアクセスする手段
権限というのを本当に最小限に絞りまして、で、ブラウザからの先ほどのログイン画面では、録音データにはアクセスできないような設定を取ることをご提案しました。一方、会社の拠点のネットワークから ID とパスワード、それから多要素認証も合わせて、AWS にログインできる権限を持ったユーザーのみが、録音データにアクセスできるような設定を取ることで、録音データの外部流出というののリスクを低減するといった工夫を行っています。ここまでが Amazon Connect のサービス概要のご紹介でした。Amazon Connect では定期的な機器公開が不要で、ミニマムな設定で利用を開始できます。また、ディスカ電数に沿った重量性の請求ですので、無駄なくシステムを活用できます。また、場所に縛られない運営形態となるので、オペレーターさんの座席数を減らして、フロア規模を縮小したり、簡単な設定変更をご自身で実施されることで、コストの削減にも貢献することができます。デジタルトランスフォーメーションを要求される時代において、従来の電話にとどまらず、様々なシステムとの連携により、業務を効率化し、より付加価値の高いコミュニケーション手段へと変化させていけるのが Amazon Connect です。ここまで宇野がお話しましたが、後半ではどのようにこの連携を実装していくのか、その仕組みについて詳しくご紹介をしていきます。それでは鈴木さん、引き続きよろしくお願いします。それではここから NTT 東日本鈴木がご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。クラウドを活用した電話業務 DX Amazon Connect プラスアルファということで、これまで宇野からご説明した Amazon Connect の使い方は、コンタクトセンターでの利用シーンを想定したものでございましたが、こちらの利用シーンにとどまらないデジタル化に役立つ活用方法をご紹介していきたいと思います。本日のアジェンダでございます。お話しすること、しないことをお話しさせ鈴ていただい木た。様、はい。資料のご共有をお願いできますでしょうか。失礼いたしました。はい、こちおら願いいで、たします。資料、共有いたします。はい、今映っております。はい、よろし失礼いくおた願しいいまたしした。ます。はい、本日のアジェンダでございます。本日のテーマ、お話しさせていただきまして、電話業務のデジタルトランスフォーメーション、どこから手をつけましょうかというお話をさせていただきます。その中で、Amazon Connect プラスアルファというふうにタイトルで申し上げましたが、プラスアルファすることでより便利になるサービスをご紹介していきたいと思います。その中で、切っても切り離せない Amazon のサービスとして、ラムダというものがございます。こちらの概要をお話しさせていただきながら、具体的な活用事例のご紹介をさせていただきたいと思います。簡単に自己紹介でございますが、私はクラウドと電話の良さを組み合わせた安心安全を届けるサービス作りを開発テーマとしてサービスを作っております。オートコールというのがここに書いてありますが、先ほど Amazon Connect、ラムダ、いろいろなサービスを申し上げましたが、これらを組み合わせて自動で発信したり、その通話を録音する、ログを記録するようなサービスを作って皆様にご提案をしているところでございます。本日お話しすることでございます。電話業務のデジタル化を進めるにあたっては、大事になるのがどの部分をデジタル化するかというお話でございます。そのお話をさせていただきながら、Amazon Connect のやや技術的な内容をお話しさせていただきたいと思います。本日お話ししないこととしては、プログラミングそのもの、具体的なコーディングなどの詳細な説明は割愛させていただければと思います。また、Amazon Connect を中心のお話ししたいと思いますので、それ以外のサービスについては、概要のみ触れさせていただくことをご容赦いただければと思います。それでは早速ですが、電話業務のデジタルトランスフォーメーションをするときに、どこから手をつけるのかという観点について、ポイントとなる3つのことをお話しさせていただきたいと思います。大切なのは、人間がやらないといけないもの、自動でいいもの、このデジタル化の仕分けをすることでございます。こういった仕分けをしていく中で、さらに重要になることはですね、すべてを一気に自動化しないことでございます。AI、大変素晴らしいものでございます。しかしながら、これらを何でもできる万能だというふうに捉えるのではなく、人間と AI のハイブリッド、これをすることによって、デジタルトランスフォーメーションがより有機的に進むものと考えております。
また実際にデジタルトランスフォーメーションを進めるときにはご利用される方、今の Amazon コネクトの例で言いますと、発信側、着信側、お客様で言いますと、企業様側とその企業様のお客様の間で両方の負担がないこと、または減っていくこと、それを目指すのがデジタルトランスフォーメーションのキーポイントだというふうに考えております。では、どのような業務がデジタル化しやすいのでしょうか。先ほど、宇野からの例にもございましたが、少し具体的な利用シーンに合わせてお話しさせていただければと思います。ここに挙げさせていただいた5つの利用シーンについては、どのようなお客様であっても何かしらこういった業務あるかと思っております。一つずつ細かく分析していきたいと思います。テレセールス、テレマーケティング、こちらは顧客のリストに基づいてお電話をされるパターンが多いかと思います。実際にお電話をしてみたんですが、不在であるとか着信拒否、そういったことあるかと思います。リストに基づいて電話をされているのであれば、その最初の家電の部分については、Amazon コネクトとこちら、プラスアルファするサービス、ここから先、右側にプラスアルファするサービスが出てきておりますので、ぜひこちらも合わせてご確認ください。自動的に電話をすることができれば、稼働を減らすことができるかもしれません。また、実際の人間、社員でオペレーター、対応する場合についても、それが必要なのかどうかといったところをダイヤル操作、よくある1を押してください、2を押してくださいというものが、例えば1番がイエスで2が NG であれば、こういった応対記録を Amazon コネクトとここのプラスアルファするサービスで取っていくことによって、その後のアクション、例えばその場で社員におつなぎすることであったり、後ほど折り返すということも可能で、ビジネスチャンスを逃さない使い方ができるかと思っております。問い合わせセンターなどのお使いになる利用シーンもあるかと思います。実際人間が読み上げることもあるかと思いますが、マニュアル回答で十分な場合は自動で読み上げることも選択肢として取り入れていただくとよろしいかと思っております。また、マニュアル回答が困難な場合については、先ほど AI で全てお実施するのではなく、ハイブリッドというふうに申し上げましたが、担当部署に直接回す場合には9番をといったようなご案内を Amazon コネクトとこのプラスアルファするサービスで実現することが可能でございます。また、エスカレされる側もどこまで回答がなされているのかというのを知った上でご対応することによって、対応される部署の方も負担が軽くなりますし、お問い合わせされたお客様もそこは聞いたんだよということがなく対応ができるというふうに考えております。これらのプラスアルファするサービスを組み合わせることで、電話を単に取り次ぐだけではなく、SMS やメールで通知すること、こういった世界観も実現することが可能でございます。顧客対応でございます。顧客対応、応対そのものは自動化は難しいかもしれません。ですが、先ほど事例で紹介いたしましたように、記録、録音、文字起こしをすることで、その後のやり取りを効率化することが十分可能と考えます。また、在宅勤務でご利用の方、いらっしゃるかと思います。電話を転送してご対応されている方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった場合、電話番となる方、代表を承る方ですと、電話が毎日のようにスマホに転送されてきて、大変ストレスを感じていると、そういった声も聞いたことがございます。この場合は、発信元の電話番号、要件などを事情で伺っておき、社員の SMS などに送信しておけば、社員のペースで的確に対応することができます。社内の対応についても、先ほどの社外の問い合わせと同じように、人間が対応しなくても良い部分については自動化を施行していくことが重要だと考えます。また、社内の問い合わせであれば、そもそもウェブマニュアルを活用するですとか、そういった電話問い合わせの業務自体をなくしていくこともデジタルトランスフォーメーション、以前は働き方改革というような呼ばれ方もしておりましたが、このようなニューノーマルな時代にはフィットするデジタル化なのではないでしょうか。最後にクレーム対応でございます。さすがにクレーム対応そのものを自動化することは難しいですが、お詫びそのものの自動は難しくても、録音や文字起こしでその対応を記録するということはできるかと思います。これはあるお客様からアイデアをいただいた事例ではございますが、督促など、例えば未払いのものがあるとかですね、そういった督促については、社員の心理的な負担にもなるという話を伺いました。何度もお電話をするということが、例えば何回もお電話してご対応いただけない場合は、残念ながらご契約の終了ですとか、裁判というような、そういった事例にもならないようにはしたいところではございますが、こういったログを証拠に次のアクションにつなげるときには、実は自動化するということが一つの手段であるというふうにも考えております。
それでは先ほど発着、お客様、企業側両方でデジタル化考えなければなりませんというお話をいたしましたが、電話をする側の立場の方の場合です。少しまとめてお話しさせていただきますが、企業の方であれば、打ち合わせを日程を決めたい、困りごとを相談したい、とにかく相談したいというような話があるかと思います。日付や時間などの応対というのは自動化した方がトラブルも少ないことはあるんですが、曖昧なご連絡、ご相談というのは自動化するとかえってトラブルになります。例えば数字のところであれば、時間、15時と5時、1時と7時、よく聞き間違えるところでございますが、こういった数字の面は、自動化をしておいて、曖昧なご相談についてはしっかりと人間で応対する、まあ、こういった仕分け、デジタル化の仕分けというものが、大事なポイントになるのではないかなと考えております。また、電話を取り次ぐ、とにかく担当者につないでほしいですとか、こういった代行するような部分、お取り次ぎについては、電話を受けた人の業務そのものが阻害されてしまいますので、こういった部分は自動化をしていくことによって、取り次ぐですとか、そういった間接稼働の部分は、なるべく機械にやらせていく方が、これからの時代、よろしいのかなと考えております。また、お話が大好きで、話は要件は話しながら決めるというお客様もいらっしゃいます。CSR の観点からこういったお話を伺うことも大事なんですが、実はこういったお話をされている方、真に欲しい回答というのは、実は短期間でお話が終わっている場合もございます。そういったお話の場合は、自動で回答することとかも含めてですね、ご検討いただくことで、実はご利用者様にも、ためにもなっているというようなことがあるかと思います。先ほどまで、いろいろな利用シーンで、この部分がデジタル化できますという話をさせていただきました。右側にプラスアルファすると良いサービスということでお示ししてきたものの中で、実は DynamoDB、SNS、SES、Transcribe、S3、Lambda というものが、挙げられておりました。こちらはすべて AWS のサービスになっております。機能については、DynamoDB、データベースでございますので、電話をするときの番号の管理ですとか、その応対の記録をするときに主に用います。SNS、これはソーシャルネットワーキングサービスではなくて、シンプルノーティフィケーションサービスというものがございます。これは問い合わせの内容を例えば SMS で送るときなどに使っていただくサービスになります。SES というのは、これは SMS ではなくメールを使うときに使うサービスでございます。トランスクライブというのはテキストの、文字、録音した音声のテキスト化、いわゆるスピーチトゥテキストの機能でございます。S3、これは AWS のサービスを、何かセミナーとかでお聞きになった方、ご参加された方はよく耳にするサービスでございますが、ストレージのサービスでございます。録音した通話データや書き起こした結果を保存するものでございます。そしてラムダでございます。これは、ここの表現だけですと、分かりづらいので、後ほど詳しく説明したいと思います。先ほどの例には出ていないんですが、最近新しく出たサービスとして、新しく日本語に対応したサービスとして Amazon Lex というものがございます。AI による対話、これ実際使ってみると本当に自然に会話ができるので、これはクラウドのすごさ、素晴らしさを実際に体感できるサービスとなっておりますが、自然の人間の発話を認識して、いわゆるボイスチャットのようなものが実現できます。最後になりますが、 API ゲートウェイ、これは少し開発者がよく使う機能ではありますが、他のサービスと連携するとき、例えば Amazon コネクトと他のビジネスチャットを連携する、そういったときにはこのサービスが出てくることがございます。先ほどの利用シーンで品質していた中でも、すべてに共通していたものがこの中に2つございます。どれかお分かりになりますでしょうか。2つこちらでございます。DynamoDB と Lambda でございます。DB、これが必要になるというのはご案内のところかなと思います。自動化に必要なデータの登録、参照、当然データベース必要となってまいります。そしてこのラムダでございます。これは Amazon コネクトを使う上で切っても切り離せないサービスということで、お名前ぜひ覚えていただければと思いますが、データベースにデータを書き込む際にも、実はこのラムダがないと書き込めません。もう少し詳しくお話をしていきたいと思います。ラムダとは、これは Amazon のサイトに載っている情報なんですが、こちらをお読み取りいただいてですね、分かる
というふうにおっしゃっていただける方もいますが、ちょっと何を書いているのかわからないというふうなご反応もあるかと思います。つまりどんなものかというふうに申し上げますと、プログラムを書いて実行することができるサービスです。そのために通常プログラムを動かすためにはサーバーやパソコンが必要ですが、そういったものを用意したり管理する必要はございません。つまり何ができますかというと、プログラムを書いて実行することができますので、Amazon Connect と先ほどお伝えした各 Amazon のサービスを連携させる、橋渡し、のり付けするサービスというふうに、覚えていただければと思います。では、どんなふうに橋渡し、のり付けをしていくのかを、イメージをお伝えしたいと思います。少しプログラム的なお話になってきましたが、なるべく分かりやすく説明していきたいと思います。Amazon Connect、先ほどオペレーターがいるというふうに申し上げました。CCP というようなブラウザでダイヤル操作をして発信をするようなインターフェースをご紹介いたしました。ここに私、人を書きました。ここで人間がオペレーターとして Amazon Connect を使って発信をする。これが Amazon Connect の基本的な使い方でございます。これをでは自動化しましょうとなったときには、では自動化するための電話する電話番号を管理する必要があります。宛先の電話番号ですね。場合によってはその中で使うスクリプト、読み上げる文章であったり、その方の属性などが登録されている必要があるかもしれません。こうなったときに Amazon Connect と DynamoDB をつなぐ役割をしているのが、この真ん中にいるラムダになるんですね。実際に何をやっていますかというのが下に書いてあります。DynamoDB にコマンドを送りまして、家電リストを取りに行ったり、それに基づいて Amazon Connect が自動で発信していくということを実際に行っているんですが、中身どういったものが実際に動いているのかということですと、プログラミングがやはり中身で動いております。聞き慣れない言葉もあるかもしれませんが、例えばクエリーといったものですとか、受け取った情報は JSON 形式というもので送られてきます。Amazon Connect にこれを指示するためには、for 文、これは Python という言語でよく使われるものですが、ループ処理などをするようなコードも必要になってきます。取得した情報はデータベースに書き込めるように整形、加工して、またクエリーを送信してデータベースを更新いたします。お腹いっぱいですっていうような反応もあるかもしれませんが、こういったことをやるためには、Python や Node.js などのプログラムの知識、基礎的な文法、そして文字列操作、正規表現などのいわゆる読み書きする知識が必要になってまいります。ここまで来て、では Amazon Connect 単品では使えないんですかという反応もあるかもしれませんが、全くそういうことはなくてですね、Amazon Connect をより便利にするために、この例えば DynamoDB とか、先ほどの機能と連携させていくためには、どうしてもこういったプログラミングという世界が必要になってまいります。難しいんではないでしょうかという反応もあるかと思います。これは私の私見ですので、違うと言うとられる方もあるかもしれませんが、Excel にこれを例えますと、一般的な Excel の簡単な関数と、とても高度な VBA やマクロがあったときには、ちょうど真ん中から少し一般的な関数ぐらいの知識で、これらのことを書くこと、読むことができるというふうに認識しております。プログラムといっても、ゼロからコードを書く必要は全くございません。サンプル、テンプレートのコードは Web 上、AWS のサイトや弊社のサイトにも豊富にございます。ゼロから書くことはできなくても、読むことさえできれば、コピー&ペーストと微修正である一定程度の動作をさせること自体は可能でございます。デジタル化でございますので、こういったプログラミングにもご興味を持っていただいて、ぜひやってみたいという方はですね、ここにドキュメントが載っております。しかしながら、正直なところ難しいというのが正直なところでございます。少しでもハードルが高いとお感じになりましたら、ぜひ一度弊社にご相談いただければと思います。では、先ほどお話したラムダを踏まえて、実際の具体的な事例をご紹介していきたいと思います。右側にフィットする利用シーンというのを書かせていただきました。例えばこちらの例ですと、これはアウトバウンド、こちらからお客様の方からお客様のお客様、企業側のお客様に対してお電話をするようなシーンを書いております。先ほどと図が似ておりますが、データベースの中には番号と属性などが記録されております。例えばここで電話を発信いたしますと、
この上の携帯電話のお若い方は、商品の情報を送っておい場合は1、オペレーターと直接お話ししたい場合は9を押してくださいというものを、例えばラムダから指示をいたします。そうすると、この携帯電話の方は、そのまま情報を知りたいので1番を押しました。となりますと、この情報を検知した Amazon コネクトとラムダが連携し、SNS、シンプルノーティフィケーションサービス、SMS を送るサービスですね。こちらに連携いたしまして、この1を送ったことをトリガーにして、次のアクションである、商品の案内 URL を送る。こういったことが、実現可能でございます。こういった世界観を実現するためには、ラムダを使って様々なサービスを連携する必要があるというのが、ご理解いただけるでしょうか。では、下の固定電話の、ご高齢の方にお電話された場合は、直接、やはりオペレーターとお話がしたいということで9番を押されました。その場合には Amazon コネクトから先ほどオペレーターを呼び出す機能もありますというご案内をさせていただきましたが、人間のオペレーターをお呼び出しいたしまして、それではこちらからご説明させていただきますという形で、この方と通話をすること、こういった世界も実現することができます。こういった制御は DynamoDB データベースとこのラムダが連携し、Amazon コネクトに指示をすることによって実現することができます。先ほどはアウトバウンドの事例でしたが、こちらはインバウンドの事例でお話ししたいと思います。顧客対応もイン対応とか社内の対応であれば、こういったものがインで自動化できるかと思っております。例えばの事例ですが、A 社様のこの方が営業 B さんと打ち合わせを決めたいですというふうにお電話をすると、先ほど紹介した Amazon Lex が応答します。これは機械の音声で自動的に人間の会話をすることができます。A 社の誰々様ですね、お電話ありがとうございます。お打ち合わせ日ですね、ということで何日にいたしますかと聞いたときには、ここで日付を言うのではなくてダイヤル操作、先ほどデジタル化した方がいい業務の中で、数字などはデジタル化がよろしいですという話を申し上げました。0824とダイヤルすると、それを検知した Amazon コネクトがラムダと連携いたしまして、この内容を SMS で送る、そういったことが可能になります。実際に文章の中に誰から電話があって、打ち合わせの希望日が何日ですといったことを記録することも可能です。こういったものを同時にお客様、お電話をされた A 社様にも送ることで、打ち合わせの対応などの自動化ということも実現可能だというふうに考えております。有人機械対応の振り分けることによってデジタル化進められるというふうに考えております。ここから先は少し付録的な内容になります。実際にこちら、とある自治体様と実証実験をさせていただいた模様を栃木テレビ様で、放映いただいたものが下にございますが、先ほどと図自体は同じようなものになっておるかと思いますが、防災訓練ですとか災害時の連絡を自動化する実験を行いました。コロナ禍ということもあって、リモートでの防災訓練にお引き合いをいただきまして、例えばこういった住民の皆様、防災無線がなかなか聞きづらいという方にですね、お電話をさせていただいて、避難状況というものをダイヤル操作で取得いたします。その情報を SNS で送ることによって、地元消防団の方や自治体職員様に情報共有をするというような仕組みにご活用いただくことを検討いただいております。また、同じような仕組みそのものではございますが、また違った事例として、こちらは東京都様と一緒にやらせていただいた事例で、昨今被害が続いております特殊詐欺に対して、特殊詐欺を経験す体験するような体験型の訓練を行いました。実際に東京都から還付金がありますというような電話をさせていただき、そのお手続きに進まれる方は1を押してくださいというようなガイダンスを流しました。これは怪しい、切ろうといった方が正しい対応でございますが、うっかり1番をされた方も何割かいらっしゃいました。その結果をラムダから集積いたしまして、今回お申し込みはご家族様にいただいたのですが、そういったご家族様に結果をフィードバックさせていただくというようなことも行いました。本日ご参加の皆様で、実際にお客様ご自身で DX をされたいという場合は、ここまで申し上げた利用シーン、ぜひフィットさせていただければと思いますが、こういった自治体様でのご活用事例、自治体様をお客様にお持ちのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社までお問い合わせいただければと思います。最後になります。
メッセージでございますが、デジタル化できることからデジタル化していきましょうというふうに考えております。Amazon Connect クラウドのサービスでございます。もし使ってみて合わないというところがあれば、先ほど言ったラムダなども組み合わせてチューニングしていくことで、必ずやお客様の業務にフィッティングできていくというふうに考えております。クラウドの一つ一つの機能も素晴らしいです。Amazon Connect そのものも素晴らしいんですが、組み合わせていくこと、先ほどラムダや DynamoDB、SNS など紹介させていただきました。組み合わせることで、さらに素晴らしい効果、効用を生み出していくものと考えております。そういった時に必要なものはですね、先ほどプログラミングの話を少し触れさせていただきましたが、プログラムすることは、そのものは難しいプログラミングスキルそのものが必要というよりも、ここをデジタル化してみようというアイデアやチャレンジ精神、その結果得た情報、ログの活用というものが大変大切になると思っております。実際にうまくいった場合は結構でございますが、仮にうまくいかなかった場合も、なぜうまくいかなかったのかということが、クラウドのログを活用することによって、ここが失敗したのであれば、次はここを改善してデジタル化してみようというふうに次につなげることができるのが、またクラウドの良さでもあるというふうに考えております。全体を通しまして、プログラムですとか Amazon Connect の少し技術的なお話もしました。なかなかこれを全てお客様でというところは、難しいところもあるかもしれません。何か困った時があった場合、Amazon Connect プラスアルファで声を使う顧客接点をぜひデジタル化していただければというふうに考えております。ぜひ NTT 東日本にここの部分をお任せください。私からのパートは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。